皆さん、こんにちは。オープンキャンパスの動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では私を含めた4名の広大私学科生のキャンパスライフの一部をご紹介いたします。最後まで見ていただければ広大私学部私学科の特色をより実感していただけるかなと思っております。それではまず学習面から見ていきましょう。私たちは現在授業を対面とオンラインのハイブリッド形式で行っています。田中君、今どんな授業を受けていますか？解剖学のオンライン授業です。このように先生の講義と資料を照らし合わせながら授業を進めています。続いてこちらは私たちが普段使用している教科書の一部になります。日々私たちは歯科医師、口腔外科医になるための専門分野の勉強をしているのはもちろんのことですが、歯のことだけではないんです。基礎医学、薬学、そしてゲノム分野といった幅広く最先端の勉強を通して全人的な医療の実現を目指しています。こちらは実習室です。先ほど見ていただいた図学をより実感実証していくためにあらゆる実習を行っています。重川君、今それはどんな実習をしていますか？はい、航空解剖学実習の一環で実際に石膏棒を掘り出して作成した歯蛾模型を確認しています。その他にも歯科材料を用いた歯科理工学実習やマウスなどの動物実験を行う薬理学実習、微生物学実習といった多岐にわたった実習を行っています。広島大学歯学部歯学科は全国でも類を見ない国際色豊かな学部となっています。同じ学年にはベトナム、インドネシア、カンボジアから7人の留学生が日本人学生とともに歯学を学んでいます。したがって全ての授業は日本語、英語を併用したカリキュラムとなっています。広島大学歯学部歯学科には理系学部にもかかわらず国際系活動に興味のある先輩方、先生方もいらっしゃり、国際交流に興味のある高校生の皆さんにとって大学入学後にさまざまな経験ができることは間違いなしです。広島 University School of Dentistry put effort into raising the personnel capable of taking a global leadership in dental medicineEvery year, many international students come here and study with us. Well, I'll talk to our classmate. Hi, Amy. Hi, Kay. Hi. How about your campus life in Hiroshima University? My campus life is tough sometimes, actually, but it's also fun and worth the experience because I met many amazing friends and powerful teachers.I learned many things and every moment here in Hiroshima University is so precious to me. Hiroshima 大学には僕たちが学ぶ霞キャンパスのほか、東千田キャンパス、東広島キャンパスがあり、それぞれに多種多様な団体が存在しています。僕はこの霞キャンパスにある団体のうち、歯学部卓球部と霞ジャズ研究会の2つに所属しています。どちらの団体でも医学部、薬学部の学生と共に活動するため、音楽や卓球の面だけでなく、専門的な知識を交換するなどして、勉強面でも刺激し合いながら活動することができています。また、僕は東広島ジャズ研究会にも所属しています。音楽を専門とする学生も在籍しているため、より本格的に音楽を楽しむことができています。まずこちらの問題を考えてみてください。これは今の2年生3年生へのアンケートから作成した問題です。広島大学歯学部歯学科の学生で一番多い出身地は中国地方ですが、3番目に多い出身地はどこでしょう？正解は中部地方です。実はこの問題は4月に新入生、2年生、3年生合同で行った交流会でも使用した問題の一部です。コロナウイルスの流行によりさまざまな交流の機会が失われてしまった新入生へ企画したもので、
多くの新入生からの参加をいただきました。では今この動画を見てくださっている皆さんへ問題です。広島大学歯学部歯学科で一番初めに行う実習は何でしょう。これは入学してから確かめてください。ここまで広島大学歯学部歯学科のキャンパスライフの一部を駆け足ではございますがご覧いただきました。いかがだったでしょうか。ここ霞キャンパスには歯学部の学生のほか医学部生、薬学部生といったあらゆる専門職を目指す仲間たちが集まっています。それぞれ専門性は違いますが同じ医療の道で自分の学んだこと経験をいつの日か還元したいと同じ志でつながっています。きっとこの動画をご覧の皆さんも同じような志を持って今勉強に励んでいるのではないかなと思っています。また加えてこのコロナ禍において人とのつながりが難しい、勉強の環境が整わない、いろいろな難しさから苦しさも感じているのかなと思っております。それは私たち学生も同じです。だからこそ私たちは日々仲間たちと苦しいことも楽しいことも分かち合って理解し合ってなんとか乗り越えようとしております。ぜひとも皆さんも周りの人との心のつながりを感じながらあともう少しだけ今の勉強を頑張って乗り越えてもらえたらなと切に願っております。それでは次の春この霞キャンパスでお会いしましょう。